ポイペトはカンボジア西部にある太陽国との国境の町である。タイガーの都市アランヤプラテートと接している。カンボジアの首都プノンペンとタイの首都バンコクなど両国の中心部を陸路で行き来する際のキーポイントであり、2019年4月には両国を結ぶ鉄道路線が再開通した。隣接するタイでは違法であるギャンブルの目的地として人気がある。 カジノとホテルの一部はタイとカンボジアの出入国審査場の間にあり、それゆえタイガーから訪れた人はカンボジアの出入国管理を行う必要なくカンボジアでギャンブルをすることができる。カンボジア内戦期はクメールルージュの拠点であった。和平後の経済復興では上記のカジノが原動力になったがタイの製造業で人手不足や 賃金上昇が進んだことから日系企業を中心に工場の進出が相次いでおり、豊田通商が工業団地テクノパークポイペトを2017年開設した。人口は10万人を超えている。2019年12月9日にはプノンペン経済特区社による経済特区も新設された。人件費が高いタイから製造業の移転を見込む。 タイプラス1の企業進出を見込んでいる。カンボジア側から見たカンボジアの入国審査カウンター。前述の鉄道以外ではシェムリアップ、バッタンバン方面へバスが運行されている。タイのバンコクからカジノ利用客向けに送迎バスが運行されている。ありがとうございます。